食べまーす。いや、ラベルの見方しんど。プリンを食べに来ました。今からプリンを食べたいと思います。イエーイ、食べたいと思います。開けるでいい？うん、うわ、もうなんかノトです、ノト。おおいただきます。塩や、塩。うん、おいしい。けど塩、なんか思いのほか塩。うん、え、塩じゃない、おいしいね。なんか最初目は最初目はんってなるけど、いやラベルの見方しんど。最初はしょぱっと思うけど、食べていくうちになんかチーズケーキみたいな。そうおいしい、おい、うん、しいです。おいしかった。天気もめっちゃいいな。おー、くまさん、ちょんちょん。金沢プリン屋さんやのに能登のプリン食べてしまいましたね。でもすごく美味しかったです。なんかいっぱいあるからまたちょっとだけ回りたいと思います。私たちが選んだのはこのお店、ここのさ、プリン、いい音やな。手に金粉かかってる。やんでくれや。うん、金粉は自分で貼っていただきますやって。これでか。どうする？これネタ的にはやっとかなあかんよ。ネタ的に。違う。やっときた。やろう。じゃあ金粉のそれでしましょう。金粉通ってくるも大変やけど。高い。あれ長やろ。うん、緊張するわ。初で。行くで行くで。もう。お、なるほど。順。これも残ってるやつ。食べたいと思います。キラ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 キン。これで1000円です。大好きなコーヒー。そしてなんと日本の伝統菓子和菓子です。これは必要性大よな。じゃあ食べます。
と真面目になんか過ごしていかなあかんなっていうのを日頃から思ってて、でもなんていうの、人生っていうのはそういう生き方っていうのはやっぱり自分自身が考えていかないといけないっていうのはしっかり考えていかないといけないということで、しっかり考えていかないといけない。キンキラキン。コーヒーのソフトクリームか、おいしい。ちょっと歌ってなかったけど、これはねこういうことなんですよね。なので私の唇はもう金箔にこの、うん、奪われたって構いやしない、そんなところで生きていきたいなと思います。自分で晴れるっていうところが醍醐味ですね。いいところですね。そこが一番重要視されるところですね。あ、水に入った。おいしくいただきます。続きましてこの和菓子を食べたいと思います。やっぱり和菓子っていうのはね、見た目からかっこいいキラキラのあれで食べたいと思います。見てください、この上のこのキラキラ、これが味噌ですよ皆さん。このキラキラがね、ではいただきたいと思います。この綺麗な断面、めっちゃ綺麗。いただきます。くせえな。食べられる魚ですね。かわいいですね。みんな群れで夏の川を満喫しておりますね。綺麗なこの反射が。あ、わし。見て。いや、なんかガチや。思ってる。